公益財団法人東京都公園協会理事長佐野克彦よりご挨拶申し上げます。新年明けましておめでとうございます。大勢の皆様に浜離宮恩賜庭園のお正月開園にお越しいただきまして誠にありがとうございます。浜離宮恩賜庭園での紅葉術の実演は平成4年から開始いたしまして今年で26年目となりました。お正月の恒例行事となっております。東京都公園協会はここ浜離宮恩賜庭園の管理者として平成12年より主催をさせていただいております。昨年は残念ながら関東一円で鳥インフルエンザが報告されたということがございまして安全最優先の立場からやむなく中止といたしましたけれども今年は無事に開催することができて大変喜んでおります。紅葉術の実演にあたりましては先ほど演舞をしていただきました小野寺幸喜様が理事長を務められております NPO 法人東京臨海地域開発研究会にご協力をいただいております。浜離宮恩賜庭園は江戸時代には将軍の別邸がございまして将軍家の鷹狩りの場所としても知られておりました。現在園内の潮入りの池のほとりでは将軍が鷹狩りの際に休憩所として使用した鷹の茶屋という建物が復元される工事が行われておりまして、今年の春には完成をする予定でございます。江戸時代の鷹狩りの様子を伝える施設がここによみがえります。また明治期以降も宮内省が伝統を継承するためこの庭園に天皇陛下付きの鷹匠を住み込ませ優秀な鷹匠が腕を磨き合って鷹狩りを続けるという由緒ある場所でもございます。このように鷹狩りと歴史的にもゆかりの深い浜離宮恩賜庭園で行われる紅葉術の実演は歴史と伝統の継承という観点から大変意味深いものでございます。また鷹狩りに関わる技は希少な猛禽類の繁殖や怪我などで保護された猛禽類の野生復帰訓練などの自然保護にも大変有効でありましてその意味でも未来に伝えていくべき重要な意義を持っております。紅葉術の実演を通して浜離宮恩賜庭園への造形を深めていただく機会となれば幸いでございます。また本日は向かいにあります三井ビルの屋上から大鷹の急降下も予定しております。その素晴らしさをご堪能いただければと思います。以上で私からの挨拶とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。続きまして本日の紅葉術の実演にご協力いただいております NPO 法人東京臨海地域開発研究会理事長小野寺幸喜様ご挨拶をお願いいたします。先ほど相手の方でまた2度目の顔でございますけれどもこれが本ちゃんでございます。私ども NPO 法人東京臨海地域開発研究会ではですね今年に第22回この法要術を行っておりますけれども当然この浜離宮という素晴らしいこの場所をですね公園協会の今理事長様からご挨拶をいただきましたけれども、ずっとサポートをしていただきながら続けさせていただいております。なんとか、お正月の大変大きな、風物詩の中の一つに、数えられて、認められて、おります。
今日、明日、今日の午前中から午後と約1万人という大変多くの方にですね、まあ、毎年見ていただきながら、この高千穂の縁の深い浜離宮庭園におきましてですね、この鷹の実演法要術を行います。ぜひぜひ最後までですね、楽しんでいただきたいと思います。そしてつい、先ほど理事長様からもお話がございましたように、昨年鳥インフルエンザのために、やむを得ずですね、昨年は、断念したんですけれども、それ以前この右側にあります電通さんの、一番屋上からはやぶさを聴覚させましてですね、皆さんに見ていただきました。で、今年はこちらの前に白いビルがございますが、これは三井造船さんのビルなんですけれども、三井造船浜離宮、ビルディングの最上階屋上の右の端に鷹が参りました。そこからこちらにいる鳩をめがけて飛んでまいります。まあ、初めて見られる方も多いと思います。毎年撮られているカメラマンの多くの方々も多分これが初めてになると思いますので、まあ、違ったイメージでお撮りいただければ嬉しいなと思います。まあ、ぜひですね、このお正月、一富士二鷹三なすびというのはございますが、まあ、富士山とこの鷹、お正月の、まあ、縁起物としてですね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。それから後ほど中央区の区長さんにもですね、毎年サポートしていただいておりまして、ちょっとご挨拶をいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。どうぞどうぞ。もう長い長いお付き合いさせていただいておりましてですね、ずっとご一緒させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、じゃあどうもご紹介いただきました、地元の中央区長矢田義秀でございます。浜離宮おいしい公園にね、このように大勢の皆様お越しいただきまして誠にありがとうございます。この浜離宮恩賜公園、国の特別名勝特別史跡二重指定を受けている公園なんですね。こういうふうに二重指定を受けている公園というのは全国に金閣寺銀閣寺など6つしかないいい公園でございまして、そのうちの一つがこの潮入りの池で、有名なね、浜離宮恩賜公園、でございまして、そこでの鷹の法要術ということで、今年はこの三井造船、浜離宮ビルディングからのこの実演ということでございまして、まあ鷹がね降りてくるとカラスがねそれを邪魔するんですね。そういうところも面白い場面も見られるんではないかな、こういうふうに思うわけでございますが、大いにお楽しみいただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。小野寺様、矢田様、ありがとうございました。申し遅れましたが、私東京都公園協会文化財展課長をしております永田と申します。よろしくお願いいたします。都立の庭園ではですね、本日からこの浜離宮のほか7つの庭園で、開園をしております。隣にございます、まあ、浜松町にございます、旧芝離宮恩賜庭園のほかですね、小石川後楽園ですとか陸園ですとか、いずれも日本を代表する庭園でございますので、ぜひ足を運んでいただきまして、お正月気分を味わっていただければ幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、これより、